ところですよね。前線からこうはめに行くっていうイメージを持ちながら少し中途半端でボランチの脇開けちゃったところから始まってるんですよね、はい、だそこですよね。だ2列目にしっかりこう5と4のブロックをどこで抜け出して裏を取って鈴木国友が中、鈴木友すごいの来ましたね。素晴らしいゴール、湘南先制。前の収まりと2列目の関わり、そしてまたインサイドに入った鈴木ですよね。トイチ左足持ってますね、素晴らしいミドル。少しアウトにかかってましたかね。すごいの来ましたね。U20 ワールドカップの代表に選ばれた鈴木トイチ、まあ、自信あるんでしょうね。これが鈴木トイチはプロ初ゴールということになります。斜めにランニングしてここを収めてからですよね。で内側に入って鈴木、ファーストトラップタッチも非常に良かったですけどね、まあ、コースしっかり見えてましたね、まあ、アウトサイドかかってますね。かかってますね。